レイモンド・ブリックズ・レーモンド・ブリックズはイギリスのイラストレーター、漫画家、作家。大人向け作品と子供向け作品の双方で大きな成功を収めた。レイモンド・ブリックズはロンドンのウィンブルドンで女中の母エセルと牛乳配達人の父アーネストの間に生まれた。ブリックズは幼少時から漫画書きの道を追い続け、 母親がこの利益にならない趣味をやめさせようとしたのにも、かかわらず、彼はウィンブルドンカレッジオブアートとスレード美術学校に通った。短期間絵画を学んだ後、ブリックズはプロのイラストレーターとなり、すぐに児童文学作品での活動を開始した。彼の最初の著名な作品である、サムガリアのサンタファーザークリスマス、サンタの楽しい夏休み。 ファーザークリスマスゴーズオンホリデー及びイタズラボギーのファンガスくん、ファンガスザブギーマンはイラストと文章が分けられた一般的な児童文学作品のスタイルよりはむしろ漫画に近いスタイルをとっている。スノーマンザスノーマンはほぼ完全に文がない作品で、この作品はアニメ化されてアカデミー賞にノミネートされたことでブリックズの代表作となった。 ブリックズはその後も似たようなスタイルの作品を作り続けたが内容はより大人向けのものになった。ジェントルマンジムジェントルマンジムにおける地味な外見の労働者であるジムとヒルダのブログス夫妻は彼の両親をモデルにしている。風が吹く時はエンザ・ウィンド・ブローズでは人を疑わず楽観的なブログス夫妻が核戦争の恐怖に直面する物語を描きその即時性と オリジナリティにより、庶民員から賞賛された。ザチン、ポット・ホーリン・ゼネラルザ・オールド・アイアン・ウーマンは、フォークランド戦争に対する痛烈な告発作品である。その一方で、ブリックズは、アンダッキー・ウォーリンシリーズや、クマサン・ザ・ベアーなど、子供向けのユーモア作品も書き続けている。ブリックズの両親の41年にわたる結婚生活を描いたグラフィックノベル。 エセルとアーネストエセルエルネストは1998年度のブリティッシュブックアワーズで最優秀絵本賞を受賞した。ありがとうございます。